ハロー YouTube。 どうも。はい、今回ですけども、今日はですね、タイトル見てわかる通り、スニーカーの紹介になります。で、スニーカーの紹介っていうとですね、めちゃくちゃ久しぶりでですね、思い起こせば5月に変えたきりですね、そっからずーっと変えてなくてですね、で、そっからもうずーっと自分もいいのが出てたんですけども、プレネで買わずにですね、もうずーっと買えなくて、やっと今ですね、11月終わりになってですね、で、ついこの間、欲しいスニーカーが出てですね、で、スニーカーズだとか、あといろんなお店の抽選だとか、やったんですけども、残念なことに全部外れということで、で、もう買う経路が断たれてしまったんで、どうやって買おうかなと思ったら、まあ今結構スニーカー買う経路っていうと、まあああいうメルカリとかですね、ああいうラクマとか、そういう経路だとか、あとは、スニーカー、こういうオンラインですかね。オンラインでこういうリセールサイトで運営してる会社とかもあったりするんで、そこら辺からよく買うと思うんですけども。で、よくまあ、ちょっと前までは、モノカブさんでよく買ってたんですけども、もう一社ですね。まあ、同じようなことやってる会社があってですね、そこも実は気になってですね、で、そのうち買おうかなと思ってですね、まあ、ちょうどタイミング、このタイミングだと思って買ってみました。で、今、そちらにあるのがこちらですね。この箱見てわかる通り、スニーカーダンク。通称スニダンですね。で、ここで買いました。はい。でこちらがですね、前々から知ってたんですけども、よくまあ、毎月のスニーカー、まあ、例えば11月は何が出るとか、12月は何が出るとか、そういうキュレーションサイトみたいな感じなんですかね、のをやってて、それいつも見ててですね、あ、今月これが出るんだっていうのを見たんですけど、たまたまよくよくそのサイトを見たら、あれ、スニーカー買えるようになってんだ、このサイトと思ってですね、あれ、これ、モノ株と同じような感じだなと思って気になってて、結構他の YouTuber さんが買った動画とか出したりするんで、知ってはいたんですけども、で、たまたまですね、今回欲しいスニーカー出た時に、で、やっぱりこういうところで買うとプレネじゃないですか、絶対。で、高いんで、で、なおかつ自分がその出せる範囲っていうのもやっぱあるので、で、まあ、なんで今回購入に至ったかというと、クーポンですよね。クーポンが使えたんで、買ったっていう形ですね。クーポンが3000円ですかね。3000円のクーポンを使えたんで。で、本当は、今このモノ株とこのスニダンが結構競い合ってて、クーポン同じような額で競争してるんですよね。で、モノ株の方が高かったんですけども、モノ株さんちょっとクーポンがなかったんで使えなくてですね。で、仕方なく、もうクーポン使える方がこっちだっていうので、まあ、で、ちょっと初めて買うんで、まあ、そういう初めて買うのもいいかと思って、で、買ってみた形になります。で、買った中身がですね、こちらになります。ナイキの箱ですね。で、この箱見れば多分何かわかるかと思いますけど、ジョーダンですね。よいしょ。で、こちらになります。ジョーダン1ですね。で、買ったのがダークモカになりますね。最近出たやつですね。はい。で、本来はこれを買って、ちょっと履いてみてですね、こんな感じですよってレビューして終わりっていう動画になるかなと自分も思っていたんですけども、ちょっと今回はですね、そういうのじゃなくてですね、ちょっとですね、買った結果マジかっていう結果になってしまったんで、そちらを今から、紹介したいと思います。で、まずですね、中身を開けると、まあいつも通りですね、ちょっとモノカフみたいな感じでこういうカードが入ってて、ありがとうございますみたいな感じのスニーカーダンクですね。はい。で、あともう一個がシールですかね、これ入ってて、で、今回買ったのがこちらですね、ダークモカになります。これかっこいいですよね、色が。で、とりあえず出してみるとこんな感じになります。こちらが、黒で、ここのヌバックレザーのところの茶色ですね。もう通称トラビスカラーみたいな感じで、もうリークの段階からですね、すごい人気があってですね、めちゃめちゃプレーンになるかなと思ったら、そこまでめちゃめちゃ高くなくてですね、まあ、まだ買ってもいいかなっていう範囲だったんで、ちょっと今回プレーンで行ってきました。はい。で、これ見るとですね、白い部分がこのセールカラーで、本当なんか大人な感じのカラーですよね。で、ちょっと前に出たコートパープルと比べると全然色が、比べにくいな、逆になっちゃった。こんな感じでコートパープルの方だと白いんですけど、このダークモカだとちょっとうっすらクリーム色っていうかですね、色が違いますね。はい。で、品質ですね、品質見るとですね、で、この品質が問題なんですけど、コートパープルと同じようなレザーの質感ですね、比べると。はい。
で、なんとですね、今回お伝えしたかったのが、はじめこれパッとですね、箱を開けた時に、ん？ってすぐ気づいたんですけど、ここですよね。ここの部分、これわかりますかね？ここ、この部分、傷があったんですよね。結構大きな。これ光で、遠くから見るとわかんないんですけど、近くに見るとすぐわかりましたね。これちょっと動画で伝わりにくいな。どんな感じで映せばいいんだろう。こんな感じで傷がここにありましてですね、うわ、マジかと思ってですね、めっちゃショックでしたね。もうこれめちゃめちゃ楽しみにしてて、わざわざプレネで買ったのに、へぇ、傷があんのと思ってですね。めっちゃショックですね。これをちょっと今回言いたかったですね。これ通常だと、まあ、出品者がも、スニーカーダンクに送って、でスニーカーダンクで鑑定して、でなおかつ、まあ、クラブおそらく傷とか、まあ、品質ですかね、箱が潰れてないかとか、その辺を確認して OK だよっていう段階で送るってくれるんですね。で結構この11月の21日に買って、で大体昨日届いたのは20なんで、大体、まあ、1週間ぐらいかかって届いたんですけれども、その間もですね、ちゃんとあのチャットみたいな感じで、ちゃんと今ちょっと日にちが遅れそうですとか、細かにですね、ちゃんと連絡が来るんで、あ、ここのサイト結構割とちゃんとしっかりしてるなとはいう印象はあったんですけれども、でただといざ届いてみたらですね、マジかと思って、傷じゃんと思ってですね、びっくりですね。でもこれどうなん、まあ多分これ嫌な方は多分絶対嫌だなと思うレベルですかね。すぐ分かりましたね、僕すぐ見て。このヌバックのところがすごい傷つきやすいですね。で、これ、まあ、例えば、返品とかできるのかなと思ったらですね、これ、ホームページとか見るとですね、全額保証とかもあるんですけども、まあ、基本的には模造品、偽物とか、まあ、それは当たり前なんですけども、偽物だった場合だとか、あんまりこれ、傷とかですね、その辺に書いてないんですよね、細かく、しっかりと。で、見ると、なんだろう、これ。まあ一応このスニーカーダンクさんの、専門の鑑定する人が鑑定して、でそのスニーカーダンクさんの基準を満たした上で送ってきてるわけですから、これが基準満たしてんだと思ってですね、で多分これでまた送り返してやったらなんかね、これ返ってくるのかどうかもちょっと分かんないし、まあ逆にこれまた返すのもめんどくさいですよね。それでやり取りするのも嫌だし、最悪の場合これ第三者の鑑定機関に依頼してっていうのとかもいろいろ書いてあるんで、なかなかそういうやり取りしてなんか時間経ってやるのもめんどくさいし、まあ運が悪かったと思ってですね、このままにしとこうかなと思うんですけど、まあ結局、せっかくね、欲しいスニーカーをですね、買ったのに、うわーってなると、ちょっと最悪ですね。こういうことがあるから嫌なんですよね。まあ、前回もモノカブさんで買った時も、傷物とかあって、うわーって思ったけど、それよりも今回ひでえなって思って、これ。これ、嘘だろと。めっちゃショックですね。まあ大体こういう、なんていうんですかね、こういうスニーカーのこういうサイトとかもですね、結局こういう販売する人って、まあ自分が欲しいものじゃなくて、これ儲けるために買ってこれ出品してるんで、これ出品者もこれ見ねえのかなと思いますよね。これ傷があったら、これ、いや、傷があるじゃんと思って、自分だったらちょっと躊躇しちゃいますかね、傷があるとか、うわーってなっちゃいますよね。で、結局お客さんに何か言われたら、後がもうめんどくさいんで、だから自分がもしこういうなんか販売するんだったら、で出さないですけどね、こんな。うわーってなって、ね。こういうところがですね、もうモラルがね、もうまあその出品者のモラルになるかとは思うんですけども、なかなかその辺が。で、一応その送ってる一応ね、間会社挟んでるんですよね。ちょっとショックだな。まあ、なんでですね、まあ結構いろいろ SNS なんか見るとですね、まあこういう傷のこともそうですし、まああとはこの相場ですよね、これ、まあ一応価格がすごい動いてるんで、この一旦値下がった時に、買った人で後からバーッと値段が上がってくると、結局出品者も値段が上がってるということで、こんな安値で安く売りたくねえなってキャンセルする人とかもいたりするんですよね。まあ、それで結局注文したのにキャンセルされた、なんだこれっていうふうになんか文句言ってるツイートとかも見たことありますし、なんでまあその辺がなかなかまあ改善されないっていうかですね、まあ一番いいのはこのこういうスニーカーブームが終わってですね、買いたい人が普通に買えれば一番いいんですけども、まだ未だにやっぱりちょっとやっぱこういう人気のあるやつだと売り切れちゃったりしますし、ほんと嫌ですよね。まあ最近だと結構ダンクとかも割と、まあ、前に比べれば値段は下がプレネとかも下がってきてるんで、
いい傾向だなと思ったんですけども、まだまだですね、まあこういうのがちょっと買えなかったりしますんで、まあ買う側にとっては嫌だなっていう感じですよね。はい、せっかくね、でプレネなんで本来こんな高い値段で買う必要ないですけどね、やっぱりどうしても欲しいものだと知らないっていうのはあるんですけど、はい、ってな感じで、まあちょっと今回はですね、本当は、買って試着して変えてよかったですみたいな動画になるかなと思ったんですけどね批判動画になっちゃいましたけども、はい、ってな感じで、まあこれでですね、あのこういったのがあったよっていうので、こういう動画でですね、まあちょっと自分はあんま影響ないからわかんないですけど、まあ影響力のある人がですね、こうやってやってですね、まあこういうスニーカーのリセールサイトもですね、だんだんと良くなっていけばですね、今後買う方にとってもですね、いいことかなとは思うんで、まあ一応今回こういうことがあったよってことをですね、動画で伝えたいと思って一応作成いたしました。はい、ではこちらで以上となります。まあ何かですね、購入したりだとかリーク情報とかですね、随時あったら動画の方でアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。